お願いします。須江ゆいかです。3オーバーで15位タイで通過しました。さっき終わってすぐだと思うんですけど、はいはい、今の率直な気持ちを教えてください。今なんかまだ受かった嬉しいっていうのもあるんですけど、なんかやっと4日間終わったなっていう安心の方がでかいです。まあ、プロにプロテスト受かってどんなプロになりたいっていうのは何かありますか？一番はみんなに応援されるようなプロで、やっぱりなんだろう、そんなに私アマチュアの時に結果を残してた方でもないので、これから活躍していけるプロになりたいです。例えばご両親でしたりご友人とか、はい、その応援してくれてたっていうか方々が結構いると思うんですけど、はい、そういった方々に何か一言とかあればいいですか？とりあえずすごい今まで本当にいろんな方にお世話になって、いろんなサポートもしていただいて、やっとまだスタートラインなんですけど一ついい報告ができて本当に嬉しいし、本当にありがとうございます、これからも本当によろしくお願いしますって感じです。ありがとうございます。